こんにちは、フリースピリッツです。本日はですね、こちらの、ビアベリーのキーケース、こちらに実際に鍵を入れて、紹介していきたいと思います。はい、まずですね、こちらが外観となっておりまして、特徴的なこういう丸い蓋とビアベリーさんのオリジナルのボタンがついてますね。で、こちらベルトにかけたり、カバンのポケットに吊るしたりできるように、こちらの S 字フックが付属しています。で、今何も入れてない状態でも少し丸いフォルムをしているので、大体厚さ2センチぐらいのキーケースとなっています。では実際に鍵を入れていきましょう。はい、というわけでこのような感じで、実際にこういう普通の鍵4本と車の鍵ですね、スマートキー取り付けてみました。ちょっと幅のあるスマートキーもこういう感じで丸い輪っかかましていただければ、ここにうまいこと装着できるようになってます。今ですね、これだけ付けた状態で、ちょっとボタンがこのような感じで、ちょっとギリギリ閉まるような形なので、ま、これ以上に大きいスマートキーなんかは、中にはちょっと入れられないかなと思うので、ま、外にこう垂らすか、もうこっちの S 字フックの方につけてもいいのかなと思います。で、あとはこの後ろなんかに、ここにですね、ポケットがあるので、よいしょ。四つ折りにした千円札なんかですね、スルッと入れていただくと、まあ、駐車場なんかでお金が発生するときに入れとくように、こう予備で千円札なんかも入れておけます。あとはこちらの丸いフォルムのこちらはですね、ここもポケットになっておりまして、ここはエアタグ、アップルのエアタグなんかを忍ばせておけるようなスペースになっております。はい、こちら外から見てみるとこんな感じですね。まあ、もともと丸いフォルムなので、実際鍵入れても厚さは2センチぐらいの厚みになるかなと思います。で、幅もそこまで広がらずね、こういう形になってます。はい、というわけで今回、ビアベリーのキーケースについて紹介していきました。こちらの商品ページについては下の概要欄の方に貼り付けておりますので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。